こんにちは、おいです。見てくださってありがとうございました。今回なんちゃってベーコンですね、塩豚を作りましたけど、普通だと豚バラの塊に塩してこう作るわけですね。それだとちょっと敷居が高くなるので、豚バラのスライスを使いました。超簡単です。ベーコンエッグにわざわざしなくても、この塩豚だけをカリッカリに焼いて食べるとめっちゃ飲めますよ。ぜひお試しください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。